KYC 完了している人も全部リセットされるようです。はい、こんにちは、ハチノマコトでございます。今日もタイムストープのお話をしていきます。10月1日アプリを立ち上げた人でこのポップアップが出ている人、 KYC を通った人にだけ出ているポップアップになります。ちょっとね、英語で書いてあるので後で日本語訳紹介しますけれども、まずはね、このポップアップ出た方ね、ちゃんと聞いてください。はい、そしてこちらのね、また文字での公式アナウンス出ています。これは Facebook の方に投稿してあったアナウンスですね。はい、で今日はね、これのお話と、あともう一つ、こちらがですね、9月の29日にかな、こちらも Facebook の方にアップされていた、文字のアナウンス、ビッグイベントということでね、で KYC に絡むお話ですね、今日はしていきたいと思います。はい、で今お見せした2つのチラシ、文字のチラシですね、こちら日本語訳したものを表示します。2021年10月1日、UTC0 時現在 KYC リセットが進行中ですと。KYC マークはプロフィールから削除されます。この操作は約25時間かかり順次消えていく。ホーム画面のポップアップウィンドウは KYC リセット関連の通知なので、 KYC リセット対象者のみに適用されますということで、先ほどのね、一番最初にポップアップの画面をお見せしたんですけれども、あのポップアップ出てる人はね、 KYC リセット対象者、つまり過去に KYC を通した人にポップアップが出てるということです。なのでまだね、 KYC 通してない方はポップアップ出てこないと思います。 KYC 通った人だけにポップアップが出るということでね、私 KYC 通してあったのでポップアップが出ましたと。はい、で10月の5日にバージョン 1.5 が更新されると KYC アクションが開始される。はい、ありがとうございますということで、今回のね、バージョン 1.5 のアップデートに伴い KYC 全ての人もう一回やり直しということになるようです。はい、ちょっとね、めんどくさいなと思ってしまったんですけれども、でそのね、 KYC に合わせてね、イベントが行われるようです。まずですね、この10月5日にバージョン 1.5 がリリースされますとね、でそれに合わせてビッグイベントありますよということで、非常に価値のあるタイムランドを手に入れる絶好の機会がありますとね、ランドの方をね、 KYC 通した人じゃないと多分ランド参加してないと思うんですけれども、今度ね、10月5日に一斉にね、 KYC スタートするとなると、ランドをね、皆さんが買えるようになって、今度はね、ランドの争奪戦になるんじゃないかとね、ちょっと心配してますけれども、はいね、イベントが開催されるようです。はい、まず1番、5人の招待された証人が KYC 認証に合格しました。ちょっとね、分かりにくい日本語なんですけれども、招待した人が5人 KYC を通すとね、権利がなんかね、チャンスが与えられるということですね。はい、でタイムランドクーポンの支払いということで、タイムランドですけれども、基本的にはね、2000ドル、最近だと2120とか30とかそれくらいの値段になるんですけれどもね、タイムが必要です。ドルじゃないですね、タイムですね。はい、2100とか2130くらいのタウが必要なんですけれども、タイムランドクーポンというものを持っていると、ね、そのクーポン1枚でランド土地を1個買えますと。はい、3番、 KYC に合格した5人につき1枚のクーポンということで、5人招待して、その招待した人が KYC に合格したら1枚ね、このタイムランドクーポンもらえますと。これはすでに招待されている証人にも当てはりもありますということなので、これからではなくて、これまでね、何人か招待している人がもうすでにいるよという人も、カウントされますとね。KYC もう全員がやり直しになるので、そのね、やり直した数ですね、KYC 通った数で、5人ごとに1枚クーポンをもらえるということですね。はい、そして毎年10月10日には人数が2倍になります。これちょっとよくわかんないですね。10月10日に人数が2倍になるって言ってるのは、5人紹介した人は10
ていうことですかね。ちょっとこの辺よくわからないので、5番はちょっとね、飛ばしますけれども、まあ、とにかくですね、10月5日にまずバージョン 1.5 をアップデートしますと、ね。で、その後、まあ、皆さん KYC やると思うんですけれども、招待した人が、まあ、5人以上いて、その招待した人が KYC を通るごとに、1枚のタイムランドクーポンがもらえると。で、このタイムランドクーポンがあると、ランドを1つ購入、ね、できるということになりますので、はい、ぜひね、招待、たくさん招待している方は、楽しみにね、していてくださいということですね。まあ、自分ではどうしようもないですね。まあ、招待を頑張るっていうくらいで、あとはね、招待された方が KYC を無事通してくれるまでは、はい、待つしかないのかなということです。で、その下に書いてあるのは、タイムランドをね、持つことによるアドバンテージということでね、5つ、6つですか、書いてあります。毎日の株式数と同じだけの利息を獲得しますと、はい、タイムランドを1つ持っていると、1日1タウずつもらえます。あとでね、手数料みたいなのが引かれて、はい、ウォレットに、なんですかね、移すことができるんですけれども、ウォレットに移すときに手数料が引かれます。けど、まあ大体ほぼね、1日1タウということですね。だから早くね、タイムランドを入手していれば、それだけね、1日ごとに1タウずつ溜まっていくので、これ結構大きいと思います。はい。2番、所有権を放棄することにより、いつでも元本を回復しますということで、今回はクーポンなんですけれども、ね、タウで購入する場合、例えばですね、最近だと2,100〜2,030タウくらいなんですけれども、今日ね、タウでランドを購入しましたと、ね、その時に2,100〜2,030としましょうか、2,130タウを、支払ったと。で、1年間タウを、タイムランドを運用して、1年後にね、やっぱりもう、ランドを売っちゃいたいよと、ね、放棄するよということをした場合に、購入した時のタウですね、2130で購入したら、2130が戻ってくると、ね、元本が戻ってくると。はい。で、その間に、まあ、1年後だったら365タウを利息としてもらっているはずなんですけれども、それと合わせて元本が返ってくるということなので、まあ、とにかくね、元本が戻ってくるんであれば、本当に、まあ、暗号通貨でいうステーキングみたいな感じですかね。はい。だから、預けておいた方がいい。要はタイムランドを購入しておいた方が、ね、お得ですよということになります。で、3つ目、2022年から広告収入と市場手数料収入が追加されます。で、この機能がちょっとね、何か分かんないんですけども、多分ですね、購入した土地で何かしらの、広告が出るんですかね。ちょっとこれも本当にね、どういう仕組みか分からないんですけれども、まあ、とにかくたくさんね、土地を持ってて、しかもね、広告が出るようなやっぱり都市ですかね。なので、ソウルとかだともね、売り切れてて、そのソウルの周りの土地とかもね、どん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 売り切れてる状態なので、まあ、タイムストープ、はい、韓国発ということで、やっぱりね、韓国で人気が高いということで、ソウル市周辺で、ソウルだけじゃなくてね、多分韓国の結構大きな都市の土地がどん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 今買われているっていう状況なので、はい、ぜひね、タイムランドのクーポン、入手したら、韓国の土地を買っておくと、何かしらのね、収入が得られるんじゃないかと思います。はい、詳しくはね、また別途、情報が出てくると思います。ランドの最大の株主は、マインクラフトゲームの城の株主であるという利点ですと。はい、これもね、ちょっと私もマインクラフトやってないんで、あんまり理解できてないんですけども、まあ何かしら特典がありますよということだと思います。5番、土地にゲームサーバーが開設されると株主は追加の利益を期待しますと、はい、いうことなので、これもやっぱりね、土地をたくさん持っていると、このね、ゲームサーバーが開設される確率が高くなる。やっぱり都市圏ですかね、都市を買っといた方がいいっていう感じですかね。はい。で、6番、将来的にはチームは土地と NFT として開発できますということなので、 NFT をつけて、まあね、土地の売買を今度できるっていうことになるんですかね。はい、あくまでもね、このタイムストープ上のアプリの、土地なんですけれども、まあ、今後ね、タイムストープ広がっていって、また何かしらね、ゲームと関連したアプリをそのタイムストープ内に紐付けて、
ね、遊べるようにすると。でその中でやっぱりそのタイムランドの価値っていうのをどんどん上げていくという試みが行われるんじゃないかと予想してますので、まあ、とにかくですね、まずは KYC を通すと。で KYC を通して、あとはね、招待者、ね、5人ごとにこのクーポンっていうのがもらえるので、まあ、クーポンでランドを購入する、もしくはね、ストーピングして、まあ、KYC 通せばストーピング皆さんできるようになるので、ね、たくさん紹介している人だと結構早めにタイム溜まっていきますし、まあそんなに紹介してなくてもね、コツコツっていうか毎日本当にね、タイムストープ出席確認をポチポチやってれば、まあそのうちね、タイムは溜まっていくと思いますので、はい、それでランドは買えると思います。はい、ということで、まずはですね、10月5日ですね、10月5日のバージョン 1.5 を待ちましょうと。はい。そして、冒頭のね、このポップアップに戻りますけど、このポップアップ出た人、ね、すでに KYC を通っている人ですけれども、こんなメッセージが出ていました。2021年10月1日、UTC 0時の時点で、すべての KYC 登録情報がリセットされます。ユーザーは2021年10月5日以降にリリースされるバージョン 1.5 に更新できます。ユーザーは新しいバージョンに含まれている KYC アクションを介して KYC に登録できます。KYC 情報がリセットされた場合、ユーザーは KYC を再登録する必要があります。また、KYC 情報の再登録前は、時間トランザクションと、タイムの送信ですかね。タイムの送信と、あとストーピングが制限されていますと。ありがとうございましたと、はい、いうことなので、このポップアップ出た人、ね、KYC を通している人は、このポップアップが出て、KYC 情報がリセットされるということになります。で、先ほどね、最大25時間かかると言っていたので、私の方ですね、今夕方5時くらいなんですけれども、現時点ではまだね、KYC の情報、リセットされていないので、はい、多分明日くらいになるとこれが消えちゃうんですかね。はい。で、消えたらまた、KYC やり直しということなので、まあこれで皆さんね、条件は一旦リセットされて、条件は同じになるので、そこからのスタートとなりますので、ちょっとね、KYC めんどくさいんですけれども、はい。ね、やり直しということで、またね、KYC のやり方等については、もうすでにね、タイムストープの YouTube の方に、簡単なイメージの動画をアップされているようですけども、具体的な手順とかね、私の方でもやってみて、まあこういう感じでよっていうものを、動画で撮れれば、はい、動画をアップしたいと思いますのでね、まずはそうですね、10月5日のアプリのアップデートからということになるかと思います。時は金なり、時間を暗号通貨に変えるアプリ、タイムストープです。1日1回出席確認のワンタップでタウという暗号通貨をマイニングできます。こちらのサムネイルの動画で登録方法や概要について解説していますので、参照して登録していただければと思います。この動画をスクリーンショットを撮っていただいて、 QR コードを読み取ると解説動画が見れるようになっています。概要欄の方にも URL や関連の動画を掲載してますので、合わせて参照してみてください。